モンチェニージオは、イタリア共和国ピエモンテ州トリノ県にある、人口約30人の基礎自治体。モンスニ峠南陸に位置する、フランスとの国境の村である。2012年1月1日現在のコムーネ人口は42人で、ペデジーナ、モルテローネに次いで、イタリアで3番目に少ない。この集落の、元々の名はフェッレーラで、コムーネの名称は1940年の終わりまで、 フェッレーラ・チェニージオであった。1960年代の終わり、モンチェニージオダムが建設された際に、コムーネの名は、フェッレーラから、現在のモンチェニージオに変更された。トリノ県西部、バルディスーザの新脈にあたる、チェニスキア渓谷に位置するコムーネである。トリノからは7 0トル離れている。かつては、フェッレーラと呼ばれた集落は、アルプス越えの主要道路であった。 モンスニ峠の南側、旧街道沿いに所在しており、チェニスキア川に沿って広がっている。コムーネには二つの自然の池がある。隣接コムーネ隣接するコムーネ、およびそれに相当する行政区画は以下の通り。FR で始まるものはフランス領で FR-73 はサボア県に属するバルディスーザ地図。中央上部に示された大きな湖が モンスニコである。片らにモンスニ峠越えの国道が赤線で示されている。白線はイフツ国境線。フェッデーラをはじめとするチェニスキア渓谷の村々の歴史はモンスニ峠の歴史でもある。16世紀頃、モンスニ峠の交通が増加すると、旅人に対する宿泊所や休憩所の提供、馬車の修理や停鉄や交換などといった、 様々な仕事の需要が増大した。1800年頃のフェッレーラ集落には300人ほどが暮らし、4軒の宿屋が営業しており、多くの村人が同行ガイドやポーター、ニューマの賃貸、漁舎などの形で、峠越えの交通と結びついて暮らしていた。また、牧畜業も営まれていた。19世紀初頭、ナポレオンがモンスニ峠越えの街道を改良して、 新動を建設すると、チェニスキア渓谷の村々は衰退する。新動は集落内を通らず、またガイドやポーターの必要も少なくなったのである。当初は道路工事に従事していた人々であったが、牧畜業に回帰したり、あるいは村の外の標高の低い地域へと移り住んでいった。年、サルデーニ王国はサボア地方をフランスにしたため、 モンスニ峠は国境となった。周辺地域では多くの要塞建設が進められた。1947年、第二次世界大戦の講和条約であるパリ条約でイタリアは峠の南東側の領域をフランスに割上した。1960年代の終わり、フランスによってモンスニに巨大なダムが建設された際に、このコムーネの名はフェッレーラから、 現在のモンチェニージオに変更された。ありがとうございます。